おやすこんにちは、あむりです。はい、ということで今回はゼルクレアの方を使っていこうかなと思います。ゼルクレアの方がですね、バインドスキルプラス封印の回復泥鏡プラス回復エルジー用のカゴ持ちと、で冬持って10強プラン2ですね。小学生がスキプラの回復泥鏡プラのエルプラの無効貫通プラスという感じです。まあどれつけてもって感じなので、まあ、編成によって変えていくっていう形になりそうですね。で、サンタースキル、まあ、進化スキルですが、初手覚醒無効消せない解除 HP1.5 からの進化になって、その後は回復炎波がつき、倍率2倍に変わり、バインドも回復できるようになり、最終的には場面76にもできるようになるよといった感じになっておりますので、まあ、最終段階まで持っていけるとかなり強力なスキルになってくれるかなって思います。リーダースキルは回復の2コンボ以上でダメージを 81% 軽減ですね。この辺はアークベルザーと同じ耐久値です。で、3コンボですね。回復3セット組むと攻撃がなんと70倍です。極限値もびっくり。で、4加3の固定500万と。まあ、なかなか回復のコンボっていうリーダースキル流行る試しが極限値以来そこまで多くはないんですが、まあ70倍っていうとさすがに結構夢の倍率かなと思いますね。なかなか最近の環境だと50倍前半、52倍とかぐらいが、まあ55がいるか、55倍、60倍はまだね、あんまいないね、55倍ぐらいで今止まってる感じだと思うので、攻撃倍率、まあ青天井はもちろんいるんですけど、なんで、まあ、70ってなると結構破格的な倍率出るのかなという感じで、今回リーダーで運用していきます。編成はこんな感じにしました。まずは扇要を使っていきますが、全パラ HP プラス3遅延2で、上は、これウルトラマン&ウルトラ7の武器ですね。光属性を付与します。まあ場合によっては雲にしてもいいかもしれないですけどね。一応多分捨ては足りると思うので大丈夫と思います。はい。で、ゼルクレアが回復泥鏡ですね。で、スキーブ潜在遅延で、上では D ですね、バレンタイン D でリダチェーンしていきます。まあここも結局 HP1 個減る分には大丈夫だと思うので、そうなったらまあ扇要は全パラの方がいいですけど、聴覚はね、なんでまあここはチーム HP1 個あるリアチン武器とかでも最悪なんとかなるかなと思ってます。で、続きましてウルバリン&マグニート、まあ、武器強いんで確定コーンに買うのおすすめですが、無効貫通にしてます。まあスキブ余裕があったんで、でスキブ潜在の HP プランにしておりまして、上はマーベルですね。マーベル武器をつけております。まあここも一応 HP プラスである必要性ってあんまりないので、 PTC の方は遅延にしてますけど、まあ52って感じですね。はい。で、ネクサスですね。L 字ですね。L 字と遅延2と、上は全逸武器をつけてます。で、こっちはね、同じ潜在で、これキューピッドのこの帽子をつけてます。会長、生徒会長さんの武器ですかね。追撃がね、1個欲しいです。はい。まあ速やかに攻略するためにはって感じですね。追撃1個あるとね、かなりいいと思います。なんで、まあどっちも正直ね、スキブ余裕あるから、こっちもね、それにしていいんですよ。全逸じゃなくてね。なんで、まあ最悪こっちのここもスキブプラスにできますしね。で、フレンドはね、スザクですね。はい。ちょっとアシスト剥がれちゃってますけど、あのスザクにスザクの武器をつけてます。泥鏡が光に偏りすぎるので、他の色の泥鏡を補うべくして、猫のね、アーサーの武器がついてます。で、光ダメージ軽減ついてますけど、別に関係ないので、 PTC は毒目覚めにしてますね。はい、それがいいかなと思います。ということで、バッチは HP プラスですね。やっていきましょう。はい、ということで今回は新まんじゅう用のカーゴなんでやっていこうかなと思います。まあやっぱ強いネクサスが結構いい相方になってくれるなって感じはありますね。回復生成が8個なんでね、だいたい3セット分は用意できると。初手リーでリラチェンしまして、マーベル打っていきましょう。で、ウルトラマン、ウルトラセブンの武器を使ってネクサスを両側変身させます。で、ゼルクレア打っちゃって、スザク打って、で、ネクサス片側打って回復生成して雑に組んじゃって大丈夫です。とりあえず回復の3分割だけ意識して、あとは光が全体入れば OK。 はい、これでワンパンします。はい、続きまして2階層ですね。2階層はここもワンパンしていきますので、スザクとね、ネクサス、まあ基本的にはスザク、ネクサスの順番で毎回打っていきます。あとここは大丈夫か、まだここはこれでいいんだ。これも雑に組んでいきます。
ゼルクレアはたまり次第打ちましょう。回復力のデバフ取り返して使っていきます。まあ、T 字とか組んでますけど結構雑に組んじゃっても抜けるかなと思います。やっぱり、ね、70倍っていう火力倍率が結構バカにならないぐらい強いです。で3階層はこいつが出たので名前誰だっけお前、ラフレシアっていうイメージしかない。ここは十字組みます。トゲ目覚めが一番うざいから、それ以外はまあ毒は潜在つけてあげれば対応できるし、ジェラね、ジェラ、オルネアシュリージェラね、組み合わせは名前覚えづれえな。シュリーはまあ比較的なんか覚えやすいというかよく見てるんであれですけど、ジェラね、ジェラ。はい、でまあ2パンですね。ゼルクレアとアークベルザどっちが当たりか問題はまあ永遠に課題ですけど、どう思いますか皆さん。アンケート取ったんですよ配信中、ほぼ50-50でしたね。まあギリゼルクレアの方が51とかだったんで、まあ一応ゼルクレア優勢だったかもしれないですけど、まあまあ僕も今はゼルクレアかなと思ってます。どっちかって言ったら、まあでもね、リーダーで運用するんならもちろんアークベルザの方が強い、使いやすい、サポート的な意味ではゼルクレアがいいし、武器も今新万寿でめっちゃ強いので、まあ、今はゼルクレアかなって思ってます若干。ただ闇のパーティーでやっぱアークベルザってね今後欲しくなると思うんで微妙なとこですねなんか今後はアークベルザが大事になりそうな気がします。難しい問題、闇のコラボとか来たらアークベルザの評価一気に上がるよね。影術とかね、呪術とかね、闇のコラボ控えてるんでね。結構ここは L 字組みながら突破するだけなので、はい、特に問題はないです。あの油断すると光の5個消しが4個消になったりすることがあるので、そこはね気をつけないといけないなって思います。やってみて、あ、まあリーダーの組み合わせがねちょっとなかなか考えることが多いんですよね。回復3プラス光はつなげろよっていう話なんで、その辺がねちょっとミスにつながりそうにはなると。でトウヤ、ここの階層は2パンですね。一撃ぶん殴って操作時間短縮をウルバリン&マグニートで返します。はい、これでねウルマグ打ってあげて操作時間返して、で無効貫通で飛ばすと、はい、で続きまして6階層ですね。6階層カッパ、コンボ吸収がちょっと15なんでなかなか多いね。盤面はなるべく最大ぐらい組む気でいかないと多分超えない。はい、まあしっかりコンボを組んで16コンボ以上やりながら突破していきます。ああこれ繋がってますねなんか一部繋がってますけど、まあ多い要めの聴覚を雲にするのは結構ありかもしれないですよね。だからちょっと邪魔っすよね。まあ別になんとかなるけど、でここを盤面対策のためにウルバリーマグニート2段階目を使っていきます。スザク打ってウルマグ2段階目とあとオギカナメも使います。人間はゲームの駒なんかじゃないんだ。はい、ちょっとこれでねまずは正方形を組んで全力で飛ばしに行ってます。まあ正方形なくても多分飛ぶのではないかなと。はい、これで、ね、一発で半分いくんですよね。これはねウルマグの2段階目の上限解放100億が強いっていうのはあるんですけど、で、そこからはまたチビチビ削ってストッパーまで持っていきます。またほんと削るだけなんでね、まあ、2回削ったらもういくかな、突破まで。
ルレーはめんどくさいですね。で続きまして8階層です。8階層はゼルクレアを打っていきます。でここでねウルマグの1段階目をまた使っていくといいかなと思いますね。2段階目は温存しておく方がいいと思う。ここはゼルクレアでまずは消せない解除して、で、スザクとネクサスだけだと回復が8個で、まあ耐久自体はできるんですけど火力が出ないので、ウルマグを打って回復をさらに生成し、これで削っていきます。はい、回復が3セットになってない、これはミス。はい、これは気をつけてくださいと。まあこれでスザクが乾燥してるのがおかしいんですけどね。はい、あとはまあ同じように削っていくだけです。はい、まあ2パンで一応持っていける想定ではありますね。はい、ということで突破です。で、次の階層はウルマグの2段階目を使うことによってワンパンで持っていきたいよと。ちょっとね、何回かやったんだけどメイメイトータスしか出なくてメイメイトータスばっかりなんで検証ができてないんですけど、まあみんな HP 量か防御力は同じはずなので多分いけるかなと。一番心配なのはレイランバードですが、まあいけなくてもただ殴るだけなんでね。ウルマグの2段階目を使うことによって100億がね、かける3で出るんでね、ウルマグがね。はい、これね、ワンパンでいきます。はい、続きまして、ボス階層。シールドが地味に削れないんですよね。なんで、ここは追撃を生かしていきます。なので、生徒会長さんの、ね、武器がついてます。これでね、この 20% 削る、シールドの 20% 削るっていうののおかげで、ワンパンで削れるんですよね。一応 PDC の方にね、ウルマグの2段階目を温存しておくといいみたいな感じで書いたんですけど、メイミートータスとかを使っ、あ、これ使って、このシールドをワンパンしていくと、たまんないっすね。まあ、しょうがねえわ、それは。一応、この本体、シールド削った後の本体を削るときに、ウルマグの2段階目があるとワンパンできるんですよ。まあ、っていうだけ、一応、まあ、知っておくと良いよぐらいな感じで。スイス行っちゃうと、1段階目ってたまらないんで、2段階目ね。まあ、そこは2番でいいでしょうって感じです。まあ、わざとシールドを2回スーパーに持っていくっていうのもありかもしれないけどね。まあ別にそこまでするメリットあんまないかな。ゼルクレア打って、ここでね、2段階目のルマグを打てると一応ワンパンなんですよ。はい。今回は打てないので、スーパーでいきます。向こう張ってきたので正方形クモネと。あ、危ないですけどね。ちょっと今つながりそうな景色見えましたけど、まあ、これで問題なく2パンで持っていきますよと。はい、で最終階層ですね。まあ、最終階層特に削って、強い攻撃来るときには扇打ってって感じですね。この新万寿というダンジョンにおいて扇要の役割がでかすぎるんだよね。暗闇耐性持ってる、操作家持ってる、場合によっては聴覚で雲つけれる。で、新万寿がね、攻撃来るタイミングが分かりやすいんですよね。攻撃力が上がって、今から殴りますよーっていうオーラを見せてくれるから、縦打つタイミングがめっちゃ分かりやすいんですよ。今までみたいに、半分行った瞬間強い攻撃ではないから、そこら辺がすごい優しい。はい、これ2回削ったらね、半分いきます。こういう時はネクサスから打った方がいいね、盤面ロックは。
まあ、あまりにも光多かったら別にそうとは限らないけど。はい、でドロップジャックとかはまあうまいこと T 字とかを生かしながらやると、まあ、いいかなと。これで半分いくからね。半分いったらほんで攻撃飛んでこないからね。はい、でここで扇要打ちましょうね。でシールド張ってるので追撃をまた組んでいきます。人間はゲームの駒なんかじゃないんだ。はい、 T 字も2個組んじゃって、これでねワンパンでシールド破壊して、で追撃受けて、でスザクとネクサスとまたウルバリマグニート打って、回復も補強してあげて、まあ、ルーレからも取り出せるんだけど、でこれでねまた突破していきます。削っていきますよと。また2パンで持っていけると思いますんで、まあ、これウルマグが上限解放してるんでだいぶ削り深いですけど、はい、これとどめですね次は。まあ、こんな感じで勝つことができます。まあリーダースキル、まあリーダー運用ってあんま現実的じゃないですけど、一応かなり強めのリーダースキルももらえてますよと。相方によってはね今後使う可能性大いにあるかなと思ってます。回復、まあ、3セット一応組めなくはないので、最近の環境特にねネクサスとかが相性すごくいいと思いますんで、回復の2コンボでみたいなリーダースキルの相方とか来るとまた話変わってくるのかなみたいな感じに思いました。はい、ということで今回はスザクとね合わせてネクサスを入れた編成でやってみました。参考になりました高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。